はい、こんちゃっす、レトルトと申します。学校であった怖い話 S 実況プレイ始めていきたいと思います。今日も七不思議の壁新聞を作るためにこの語り手たちの怖い話を聞いてみましょう。前回は2話目3話目細田と進藤さんの怖い話を聞いていったので、今回はですね、荒井くん、2年生の荒井くんの怖い話を聞いてみたいと思います。まあ、なんか暗い、まあ、暗い少年なんですが、暗い青年なんですが、なんか正統派の怖い話をしてくる青年というかね、あの高2の男子って感じだったかな。暗そうだもんな。皆さん、はじめまして。2年 B 組の荒井翔司と言います。皆さん、意外と思われるかもしれませんが、僕はサッカー部に入っていたんですよ。意外。絶対囲碁将棋部だろ、お前。1年生の時に辞めてる。でも、1年で辞めてしまいましたけど、まあ、そこは意外じゃないわ。やっぱり、向いていなかったんだと思います。練習もきつかったし、運動神経はお世辞にもいい方とは言えませんでしたので。でもね、本当の原因は他にあるんです。幽霊のせいで辞めたのかな。この学校って宿泊施設が整っているの知ってますか？聞きましたよ。前回進藤さんの話でも、その男子バレーボール部がその宿泊施設に行ってボールが1個増えてて、なんかとんでもない目にあったみたいな話だったから、その宿泊施設かな。意外と知られていないんですよね。行動があるじゃないですか。卒業式や式典を行う行動。あの行動の上って行ったことあります？多分ないと思うんです。普段は立ち入り禁止ですから。めったに利用する人もいませんしね。3年間学校に通ってる人でも、あの上に何があるか知らないまま卒業していく人も多いそうです。でもね、一部の人間はよく知っているんですよ。あそこに宿泊施設があること。一部の人間、が運動部は知ってるってことか。だいたい50人くらいは泊まれるんです。二段ベッドだな。運動部の人間で大会が近くなったり、学校内で合宿を行うときはあそこを使えますからね。でも、本当に一部の運動部だけみたいですよ。あそこを使うのは。なぜかというとですね、出るんですよ。あの宿泊施設には。どうしてでしょうか。なんであんなところに出るのかわからないですけどね。でも、一つや二つじゃないんですよ。あそこの噂は。なんか多分、進藤さんもこの話聞いてるんだろうけどさ、被ってんぞお前って。荒井被ってんぞその話ってなってんのかな。あなた、怖い話って言うと、どんなタイプの話に興味がありますか？なんかね、俺怖い話なんだけど、幽霊の話とかよりも、なんかリアルな人間の話とかのが怖いって思うんですよ。幽霊が出てきましたってよりは、まあストーカーとか、まあヤンデレのような、なんか人間の怖さの方が、幽霊よりも人間の方が怖えみたいなさ、パターンの方がありそうだよな。ここの中で言うと3番か4番なのかな？この俺が言うやつ的には、残酷な話かな？そうですか。お、これなんか展開変わるのかもしれんな。そうですか。ならばやはりこの話をするしかないでしょうね。あの宿泊施設には逆さ女が出るんですよ。彼女はベッドで寝ている人を覗き込む妖怪です。二段ベッドの上から覗き込んでくるみたいな。めっちゃ怖いな。見た瞬間叫ぶだろうね。頭を下にして長い髪を垂らしながらベッドで寝ている人にある質問をするんです。どういう質問をするかって気になる。それはおいおい話していくとしましょう。荒井くん、お話がうまいな。じらすね。気になるね。いいところで出してくんだろうね。あれは去年の夏のことでした。僕が入ったサッカー部はあの宿泊施設を合宿所にしていたんです。実は僕、仲が良かった友達に誘われてサッカー部に入ったんですよ。なんか高校1年生ぐらいの時、なんかさ、運動部なんとなく入った方がいいのかなみたいなさ、そういうのあるからね、中学1年生とかもそうだけど、なんとなく入っとこうかみたいな。まあそういうやつ絶対持たないんだけどさ、別にスポーツをして体を鍛えようなどとは思いませんでしたけれどね。
友達の話を聞いているうちに興味を持ったというわけなのです。おう、その友達は袖山まさるくんって言ったんですけどね、合ってるかな。サッカー部の合宿は大変きついものでした。僕と袖山くんはお互いを励まし合いながら辛い練習に耐えました。だってサッカーなんてさ、小中とやってる人間が高校でもやるからさ、高校から急にサッカー部ってのはきついよね。それでですね、袖山くんは合宿中に逆さ女に会ってしまったんですよ。僕もこの事件があってから初めて逆さ女のことを知ったんですけれどね。蒸し暑い夜のことでした。宿泊施設には冷房も網戸もありませんでしたから、暑い中に蚊が飛び回って最悪の環境でした。そこで疲れた体を硬いベッドに横たえるのですから、もう散々なものです。僕は夜中になってもずっと眠れませんでした。すると、怖っ、逆さ女を正なんかまっすぐ見ようと思ってさ、上から見ようと思ってちょっと首を傾けてるけど、怖いわこれ。なんかもうちょっとなんか可愛い感じにしてほしいわね。なんか普通にもうおっさんだもんね、顔が。逆さ女が現れたのです。僕は怖くて寝たふりをしていました。逆さ女は袖山くんのベッドの上から覗き込むようにしてじっと彼を見ました。袖山くんがその気配を感じて目覚めると、逆さ女はこんなことを言い出したのです。この光景を新井は目撃したわけか。起きてしまったんだね。私と会ったことは誰にも言うんじゃないよ。これはお前と私の二人だけの秘密なんだからね。新井くん見てるけどね。お前はいい子だろ。いい子だったら約束を守れるね。お、突き飛ばしてみようか。急に袖山暴挙に。おら！袖山くんは逆さ女を突き飛ばそうとしました。しかし緊張のあまり手に力が入りません。あら！逆さ女は目をギョロリとさせ、袖山くんを脅しました。約束しないとお前を血だらけにしてやるぞ。それを聞いた袖山くんは約束をしてしまいました。逆さ女と会ったことを誰にも言わないと。しかし逆さ女のあの声、僕はそれまであんなに不気味な声を聞いたことがありませんでした。彼女の声はカエルのように潰れていたのです。カエルのように潰れる声って何？どんな声？次の日、僕は彼の後をずっとつけ回しました。なんで？ああ、なるほど。自分に新井くんに言っちゃうじゃないの。そんなつけ回したら彼が逆さ女との約束を破らないかどうかが心配だったのです。袖山くんは誰にも言いませんでした。偉いぞ。そうして一日は無事に終わったのですが、その日の夜です。うわっ、再び逆さ女が現れました。もう袖山くん逆さ女に懐かれてんじゃん。こういうのです。お前は誰にも言わなかったね。褒美としていいことを教えてやろう。誰か信頼できる人に私と会ったことを話してみるといい。え、ダメなんじゃないの？そしたら私の正体を尋ねてみるといい。逆さ女はこれだけ言い終えると、またもやスルスルと消えていきました。このなんか誰にも話しちゃいけないっていうその約束はもうとりあえず保護にしていいんだね。なかったことになったんだね。あー、やっぱ新井くんに言うんだ。次の日、袖山くんは練習の合間に僕を呼び出して逆さ女の話をしました。僕は彼の元に逆さ女が現れたことを知っていました。ですから彼の相談を嬉しく思ったものです。いや、新井くんからしても怖えと思うけどな。彼にとって僕は信頼できる人だった。まあ見てたからね。あ、俺はその袖山くんに信頼されてんだなという意味で嬉しいんだね。それが嬉しかったのです。しかし悲劇はその時起きました。彼が僕に逆さ女の話をし終えた途端、ええ、お前は約束を破ったね。だってさ、ダメって。え、
話せって言ったやないか。あれ逆さ女の妹なの？別の逆さ女だったの？逆さ女が袖山くんの背後に現れたの。どういう感じでいるんだよ今。どこから逆さまにいんだよ。もう全部いんの、全部あんのかな。宙に浮いてんのかな、逆さまで。そして彼を背中から、あ、血しぶきが飛び散りました。事件ですよ。逆さ女の顔や手も血にまみれています。うわ、逆さ女は袖山くんの体をどんどん切り刻みました。僕は彼の血を顔いっぱいに浴び、何が起こったのかよくわからない状態になっていました。血が目に入ったため、何が起こっていたのか確かめる術がなかったのです。赤って怖いなこの画面。しかし足元に何かがゴロリと当たった感触は覚えています。それには糸のようなもじゃもじゃとしたものがついていました。え？顔？まるで人間の髪の毛のようなものが。僕は思いましたよ、これはもしや袖山くんの首ではとね。それから僕は気を失ってしまいました。もう逆さ女がさ、逆さ女言ってること違うよね。ルールもちゃんと守れる。さすがにお化けであってもそういうルールは守ってほしいものだよ。気がつくと僕は焼却炉の前に倒れていました。周りを見渡し立ち上がろうとすると、焼却炉の炎の中に手のようなものが燃えているのが見えたのです。袖山くん？あれはきっと袖山くんです。逆さ女に切り刻まれ焼却炉に投げ込まれてしまったんでしょう。おかしいだろう。でも僕はそれから逆さ女について調べました。資料は宿泊施設のベッドの下の方の壁にありました。ああ、置いてあったの。昔逆さ女に会ってしまった人が書いたものでしょ。ああ、なるほど。壁に逆さ女はこうだみたいなことを書き殴ってくれた人がいたのかな。そこには恐ろしい事実が記されていました。逆さ女は殺人鬼の妖怪だったのです。彼女はまず獲物に対し約束をしようとするんです。約束はどんなものでもいいんですが、大抵秘密は守れというものだそうです。そして約束を破った人を後で殺しに来るんですよ。だってさ、話せって言ったじゃん。恐ろしい話です。逆さ女は宿泊施設のどのベッドに出るか分かりません。だから油断ならないんです。あの施設を利用するときは、逆さ女に殺されない方法は一つだけです。彼女と約束をしないことなんですよ。あー、なるほどね。それがもう約束をしちゃったら最後もう約束を破らされるってことか。約束をしなければ彼女との約束を破るということはできませんからね。または約束を破らないことです。ですが彼女との約束を破らないようにすることは非常に難しいと思います。彼女はあの手この手で獲物が約束を破るよう仕向けるんですから。彼女は約束を破った人以外は殺しません。殺せないんですよ。なぜかって、彼女は正当化する理由がないと殺人を犯すことができないんです。一応なんかルールに縛られてんだな妖怪も。約束を破ることが殺人の理由になるかというと、ちょっととは思いますけれどね。彼女は約束破りは殺すというモットーをずっと貫いてきた妖怪ですから。なんだよそれ、もう殺してんだからね。もうそんな約束もクソもないけどな。これについてはいろいろな噂があるんですが、どうやら逆さ女は生まれた直後にある事件を見たことがきっかけでああなってしまったということです。ある事件。その事件というのはですね、逆さ女の母親の妖怪が父親の妖怪を殺してしまったというものです。もう元々妖怪なんですね。その時母妖怪は父妖怪が約束を破ったから殺したんだ、だから悪いのは父妖怪なんだと言い張ったそうです。母妖怪と父妖怪っていうワードがさ、ちょっとなんか面白いね。それで逆さ女の心には約束を破った人を殺さなければならないという考えが定着してしまったということなんですよ。袖山くんは逆さ女との約束を破ったために殺されてしまったんです。どういうことだかわかりますか。逆さ女は彼女のことを誰にも話さないという約束を袖山くんにさせました。誰か信頼できる人に私と会ったことを話してみるといい。
とも言いましたが、これはただのアドバイスです。あ、約束じゃないんだこれ。約束ではありませんでした。袖山くんは騙されたのです。ひどいな。彼女の罠に引っかかり、誰にも話さないという約束を破ってしまったのですから。高坂さん、僕がサッカー部を辞めたのはこういうことがあったからなんです。袖山くんは行方不明になったの？死体は出たの？僕は目の前で切り刻まれた袖山くんのことが忘れられないんです。うん、そうだろうな。そんな嫌な思い出のあるサッカー部にとどまることはできなかったんですよ。小坂さん、あなたもあの宿泊施設に泊まることがあったら気をつけた方がいいですよ。いいですか？逆さ女とは絶対に約束をしてはいけません。さもないとあなたも袖山くんと同じ運命をたどることになるでしょう。僕の話はこれで終わりです。それでは次の方お願いします。怖いね。普通に怖いね。なんか正統派だったな。うん。絶対にこの学校で部活に入ろうとは思わなくなってしまったわ。絶対嫌だね、部活に入んの。はい、ありがとうございます。よし。まあ20分経ってないから、うん、続けましょうか。5人目かな。あと2人になっちゃいましたね。で、これなんですけども、第5話目の話で、女主人公、まあ、つまり、この、プレステ版の学校であった怖い話 S で、見れる新しい話っていうのが、第5話目だと、岩下さんか、新井くんなんですね。まあ、岩下さんも第1話で、で、新井くんも第4話で、まあ、女主人公だけが見れる話なんだけど、まあ、なんで、第5話は、ないので、これはちょっともしかしたら俺、見たことのある、覚えてるかもしれない話ではあるんですけども、じゃあ、これはちょっと第5話目、福沢をやってみたいと思います。同い年の女の子だね。顔払ったですね。私の名前は福沢玲子。1年 G 組に在籍してます。結構本当にマンモス校だな。 ABCDEFG7 組まであるのか。私の話す話は水泳部の話。レトナちゃんって泳げる？まあ昔本当に3歳ぐらいの時泳げなかったんだけど、そっから泳げないからこそ結構長年水泳スクールに行ってたから結構泳げますね。まあ、50メートルは絶対に泳げる。泳げるんだ。そうよね。高校生にもなって泳げないなんて恥ずかしいもんね。彼氏も泳げる人がいいなって思ってるんだ。彼氏泳げる人。彼氏の条件泳げる人ってなかなかないけどな。なんでかって？決まってるじゃん。あ、こいつが泳げないのか。一緒に海に行ってもつまんないでしょ。海ってあんま泳ぐとこじゃないけどね。それに、もし私が溺れちゃったら誰に助けてもらうわけ？それにさ、絶対に海外旅行とか行きたいし、南の島のリゾートに彼氏と二人っきりで過ごしたいもん。だから泳げなきゃ嫌。お前の恋バナは別にどうでもいいっちゃどうでもいいけど。あ、でもこの表情の福沢はまだ可愛いね。あ、ごめんね。話が逸れちゃったね。水泳部の話だったね。実はね、私のお姉さんってこの学校の先輩なんだ。お姉さんいるんだね。あんまこの話覚えてないな。7つ年上。え？結構離れてんな。それで女子水泳部だったの。男子と女子は分かれてるからね。だから私この話を知ってるんだよ。お姉さんがいた頃ね、ものすごい選手がいたんだってさ。彼女が泳ぐとお魚みたいでみんな噂してたんだって。あ、その選手も女の人なんだ。それほど泳ぎが得意だったわけ。彼女が泳ぐとね、水が嬉しそうに波打つんだってさ。いい表現だな。みんな見惚れたんだって。本当に水が喜んでるわけじゃないよ。ただね、そう見えてもおかしくないほど彼女の泳ぎは綺麗だったのよ。華麗だったのよ。おう、彼女の名前は瀬戸優子さんって言ったの。瀬戸さんはね、お魚の生まれ変わりだって言っても
言っても、だって言ってもみんな信じたよ。そんなレベルのあれなのか、もう泳ぎの人魚みたいな感じなのか。そんな瀬戸さんだったけどね。え、事故で死んじゃったの？ある日泳いでいる時に心臓麻痺を起こしちゃってね。じゃあこの子の例が出てくるのか、瀬戸さんの。みんな泳いで助けに行った時はもう手遅れだったの。あんな泳ぎが上手いのになぜ溺れたの？怖いでしょ。お、猿も木から落ちるって言うけど、まさか瀬戸さんが水死するなんて誰も思っていなかった。だから彼女が死んだなんて誰も信じられなかったの。それからなのよね、変なことが起きるようになったの。ねえねえ、どんな変なことが起きたと思う？誰もいないプールで誰かが泳いでる音がする。ありそう。誰もいない物質が水でびしょびしょになっている。ありそう。泳いでいるとき足をつる人が多くなった。ありそう。全部ありそうだな。これだったら瀬戸さん嫌なやつだよね。この3つ目だったら、ここはまだ未練があんのかなみたいなさ、未練があってまだ泳いでんのかなみたいなパターンだけど、3番の瀬戸さんだけは悪霊だね。1番にしてみようかな。そう、誰もいないプールで誰かが泳いでいる音がするようになったの。バシャバシャってね。で、そういう時ってね、あ、プールの中から手だけが出てるなんてね、怖っ。先生が放課後の見回りの時、それを最初に発見したらしいんだけど、先生は誰かが溺れているのかと思って手を差し伸べたんだって。あ、これ。そしたら、あ、プールの中の手がスルッと水の中に引っ込んじゃったんだって。溺れてる人の手じゃなかったそれ。あ、引きずり込むんじゃないんだ。それを聞いた女子水泳部のみんなはすぐに思いついたわ。瀬戸さんだって。あれは瀬戸さんの霊の手だって。瀬戸さんが助けを求めて差し出している手だって。それでね、彼女の供養のためにはプールから出る霊の手を掴んで引っ張り上げてやるのがいいっていう噂が広まったの。怖いでしょ。それでも結構怖くない？そんなことをすんの。でも消えちゃうんだよな。それから瀬戸さんが憧れていた後輩や女の男の子たちがプールに行っては手を掴もうとしたんだけどね。これね、なんか俺が昔やったことがあるよ、あるお話と違いますね。なんか物質のロッカーとかの話だったような気がするんだけど、まあ、こっからその話になるかもしんないんだけど、なんか違うな。ダメなの。誰かが掴もうとすると手がすぐ引っ込んじゃうのよ。女子水泳部の人たちはなんとか彼女の魂を救おうとしたわ。疲れてたんだね。それでみんなはこういう結論を出したの。彼女は誰か特定の人に助けてもらいたいんじゃないかって。はあ、なるほど。溺れていた時に誰かに助けを求めてたと。彼女が手を引っ込めてしまうのは違う人に助けてほしいという意思表示なんだろうって。面白い解釈したな。だとしたら誰の助けが欲しいのかなって思うよね。付き合っていた男子とかは？それでね、まずは女子水泳部のみんなが一人一人手を差し出して彼女の手を取ってみようということになった。そんな頻繁に現れんの？手。もちろん怖がる人もいたわ。でも女子水泳部の部長がみんなを説得してね、部員全員で夜のプールに忍び込んだのよ。湿った空気と蒸すような熱気、体がだるくなるような夜だったそうよ。プールの中には静かに水が張っていた。彼女の手、本当に出るのかしら。実際その手を見たことがなかった部員もいたから、幾人かは落ち着きがなくそわそわしていたわ。すると水音が聞こえてきたの。窓ハンド登場みたいな感じかな。パシャパシャって。最初は小さく、やがて大きく、そのうちに人が溺れてるような水面に、ああ、あ、水面じゃない、水音に部員の一人が叫んだわ。霊の手がプールから出てきたのよ。全員が目撃したんだったらこれ間違いないな。瀬戸さん、本当に瀬戸さんなのかっていう話もあるけどね。みんなはその手に駆け寄った。そして一人一人思いを込めてプールに手を差し出したの。
俺じゃない俺じゃない私じゃなかったわみたいな感じになんか全員でこうシェイクハンドしていこうとすんのかな。でも水から出ていた手は相変わらず人の手を拒んでいた。そして何人かが試し終わった頃、え？キャー！一人の子が叫び声を上げたの。その子は水泳部のホープだった。瀬戸さんの次に泳ぎが上手な子だったから。名前は林さんって言ったんだけど、妬んでたのかな。彼女が手を差し伸べてもプールから出ていた手は引っ込まなかった。おお！でもいやー、彼女は大声を出して頭を抱えたわ。みんな驚いて彼女に駆け寄った。瀬戸さんの手に選ばれて何か恐ろしいことが起こったんだろうか、そう思ってね。そうしたら、お、プールの水から手を出していたのは瀬戸さんじゃなかったの。林さんが驚いたのは自分と同じ姿の女の子が水中から手を差し伸べているのが見えたから。自分と同じ姿の女の子、自分の見た目っていうか服装がってことか。セーラー服を着たその姿は半透明でゆらゆらと揺れていた。でもすぐに消えてしまったそうよ。生き霊って知ってる？生きている人の怨念や妬みなどが霊のような形をとって現れるっていう現象。あ、生き霊なのかあれ。死んでないってこと。じゃあ誰かってこと？あの人ってこと？林さん、私プールの中に現れたのはそれじゃないかと思うの。林さんではないけど、水の中にいたのは、あ、林さんの生き霊だったんじゃない？林さんの生き霊は自分より泳ぎが上手な人を溺れさせようとしていた。なんかやだな、林さんからしたら。林さんとはまた別のところで、林さんは、自分より泳ぎが上手い瀬戸さんを恨んでて、生き霊となって、引きずり込んだってことだ。林さんは生きてるけど、生き霊となって瀬戸さんの足を引っ張ってやろう、みたいな。瀬戸さんが死んでしまったのは、心臓麻痺のせいだって話だけど、その原因を作ったのは、林さんの生き霊かも。なんてね。林さんからしたら嫌な話だな。でもちょっと妬んでたところがあったとしたら、もしかしてな、みたいな。そんなこと言っちゃいけない？いけないよ。でも、考えちゃうんだ。プールから出てくる手は、助けを求めていたんじゃなくて、次に引きずり込む人を探していたんじゃないかって。じゃあ、上手い人が、泳ぎの上手い人が手を差し伸べたら引きずり込むかもしんないんだ。林さんは校内で次々と記録を打ち立てて卒業していったそうよ。他にも記録を出しそうな人はいたんだけど、みんなこう言ってたって。いざという時に何かに足を引っ張られ、うまく泳げなかったんだって。ゾッとしちゃうよね。学校の中で足を引っ張り合っても仕方ないと思うけどね。学校の中で1位になってもさ、そらレギュラー的にはなれるかもしんないけどさ、県大会の記録みたいなのは出せないじゃん。プールの水に林さんの姿が揺らめいてて、そこから手が出てたってだけじゃ決定的な証拠にはならないけどさ、ただ単に水に彼女の姿が映ってて、そこから霊か何かの手が出てただけかもしれないけどさ。でも私は林さんの生き霊説を押しちゃうな水曜日のダウンタウン、林さんの生き霊説。ねえ、レトナちゃんはどう思う？夜のプールに揺らめいていた林さんの姿は一体何だったんだと思う？なんか生き霊な感じするね。なんかその説は俺あると思いますね。それしか考えられないよね。いや、それしか考えられないとはないけど、それもあんじゃないかなぐらいには思いますよ。でも、もしそうじゃなかったら、林さんはちょっとかわいそうだったかも。だってさ、彼女の生き霊説は結構有名でね、そのことでいろいろ嫌がらせを受けたりしていたみたいだし、まあちょっと落ち着かずきというか友達にはなりたくないよな。プールで何かに足を引っ張られて記録を出せなかったって言ってる人たちも彼女のことをいじめてたしね。すごかったらしいよ、そんなに。ほら、女同士のいざこざって怖いじゃない。もしプールから出てた手が瀬戸さんの霊だったとしたら、
林さんは濡れ衣を着せられていたってことになるわね。それでも記録を出し続けたってことは、もしも林さんが関係なかったとしたら、まあ、心の強い、心の根の強い人だな。瀬戸さんは自分の死後、水泳部のトップに立った林さんを羨んで嫌がらせをした。それから記録を出しそうな人の邪魔もして、すべてを林さんのせいにした。ああ、瀬戸説もまだあるね。なんてね。そうじゃないよね。林さんの生き量が悪いんだよね。いやいや、いやいや、わからんよ、どれ。なんかこの言い方だと、林さんかわいそう説の方がありそうだな。レトナちゃんだってそう言ったもんね。もうやめろよ、なんか。すぐなんかここのさ、この話し手というか語り手たちはさ、ちょっとなんか俺も、ちょっとなんか悪寄りにしようとするというか。きっと、みんなだってそう思ってるよ。じゃあ、そろそろ次の話に移ろうか。さあ、次は誰の番かな。おー、でも、面白い話だったね、結構。うん。やっぱなんか、学校であった怖い話はさ、まあ全部ランダムで、ほぼランダムでやってみたわけだけどさ、クオリティ高いね、普通に。一話一話なんつうなの、なんだこの話みたいなさ、全然怖くねえよみたいな話は存在してないね。うん。なんかどれもちゃんと怖いし、ちゃんと違う話というか、被ってないし。さて、第6話目まで来ましたね。語り手の中は、では最後ですけど、まあ、この6話目を聞いた後に、7話目に誰かがやってきたりとか、何かが起きたりするわけですね。そんで、実体験が怖い話になったりするわけだけど、そう、6話目は風間っていう、まあ、3年の先輩なんですけど、まあ、ナルシストで腹の立つやつって覚えておいてくれていいと思います。なんか、ね、ホスダとはまた違ったタイプの、いやーなんか、気持ち悪いやつですんで、楽しみにしておいてください。はい、ということで、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。面白かった方、高評価ボタン押しててください。結構普通にいいシナリオですね。なんか、次回か次々回、ラスト見れるそうですね。はい、ご視聴ありがとうございました。また、引き続きやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。学校は S でした。レトルトさーん。